下腹ぽっこりが気になる方は今回の腹筋をやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20回で下腹を引っ込めることができる V シットアップというのを紹介します。下腹が出ている原因の多くがですね、骨盤の角度です。骨盤の角度が前傾しているとお腹が出てしまいます。ですが骨盤がまっすぐまたは多少後傾気味の場合はですね、下腹が引っ込みます。というのも、骨盤の角度が前傾の状態だとお尻の力が抜けて、おへその奥の力を抜けた状態になります。ですが骨盤をまっすぐまたは多少後傾させることで、お尻が締まってですね、おへその奥に常に意識が高まって、お腹を引き締めることができます。下腹が出ている原因が便秘または胃が膨張している、そういった原因もありますけども、今回は骨盤の角度でほとんどの方が改善できますので、毎日20回やることでですね、下腹が気になる方は改善できます。または20回行った後もですね、下腹が引っ込む速効性がありますので、ぜひ最後までご視聴ください。20回行うことで気になる下腹が引っ込みます。これはプランクにプラスアルファすることで、より効果を発揮することができます。下腹が出ている原因の多くが骨盤の角度が悪いです、腰が反れている、この2つの原因でほとんどの方が下腹が出ています。お腹全体が出ている方はそれは脂肪かもしれない、胃が膨張しているだけかもしれないという原因がありますけども、下腹だけが気になる、なぜか下腹だけが出ている、私胃下垂かなとか内臓下垂かなとか、そういった原因を考えている方はですね、大体この2つが原因です。改善する方法としては、骨盤を後傾させるためにですね、大腰筋のストレッチを行います。ではやり方を説明します。このポイントなんですけども、通常のシットアップはですね、足を閉じて寝た状態から起き上がる、ここまで起き上がる、ももに胸がつくぐらい起き上がる、これもかなり下腹ぽっこりに有効的なんですけども、これで大腰筋のストレッチがですね、できる方もいればできない方もいます。というのも、体を起こしてもですね、背中が丸まって実は腰はまっすぐ、そうなってくると大腰筋のストレッチができてないので、反り腰が改善されません。反り腰というのは腰が丸々よりも反る力の方が強いので、腰が反れてます。腰の反れてる方はですね、腰がまっすぐになるだけでも結構腰が痛かったりするんですけども、そうならないためにですね、しっかり伸ばしていく必要があります。で、今回は足を合わせて膝を開いて、手は V、 こっから起き上がって、つま先に肘がつくぐらい最後までグッと置きます。1回引きます。ここからグーッ、ここまでだったらですね、あんまり腰が伸びてないです。ここから膝を開いて、最後までつま先に肘をつける感じでグッと腰をですね、しっかり丸めていきます。しっかり、これストレッチです。お腹を引っ込めながらグーッと、しっかり起きることで骨盤が後傾できてます。ここでグーッと起きて、膝につま先タッチです。これで大腰筋のストレッチ、骨盤の後傾というのが身につきます。ですが注意することは、大腰筋の硬い人はですね、ストレッチされると翌日やはり痛みを少し生じます。ですが腰痛ではありませんので、そこはね、少しずつ改善させながら、回復させながらエクササイズをしてください。前屈開脚ももちろん一緒です。痛いところまでストレッチすると次の日痛いですよね。それが腰と同じように起きますので、これやったら次の日腰が痛かったっていうのは、それは腰が伸びてる証拠ですので安心してください。これを一緒に20回行っていきましょう。できるだけお腹を引っ込めて、息をできるだけ吐いて、腰をしっかり丸めて、つま先に肘タッチです。では20回いきましょう。足を合わせて膝を開いてです。起き上がる力がある方はですね、万歳じゃなくて手は前のままで起きてください。起き上がる力がない方は手を振りながら起きてください。いきます。
はい、お疲れ様でした。ちょっと腰が痛かったよって方は腰がしっかり伸びてる証拠です。腰をしっかり伸ばすことで反り腰が改善されてですね、骨盤の角度がですね後傾できるようになれば下腹ポッコリが改善されます。もちろんお腹が出ている人の原因で脂肪があって太っている、そういった場合じゃない人も結構多いです。例えばガスが溜まっている、炭酸のものを食べている、空気をたくさん飲み込んでいる、消化の悪いものを食べている、そういった原因でお腹が膨らんでですね、お腹に脂肪はそんなないかもしれないけどお腹が膨らんでいる、そういった方も多いですから、そういった方はですねできるだけ食生活を改善して便秘にならないように注意して、消化のいいもの、食物繊維などをしっかり食べてですね、ガスがたまらないように気をつけることが大切です。はい、今回 V シットアップでした。通常のシットアップでもですね、腰がしっかり伸びるよって方はそこからスタートしても OK です。いきなりシットアップで腰が痛み生じる方が V シットアップやっちゃうとですね、結構腰が伸ばされすぎて1週間ぐらい腰痛かったよって方も多いので、そこは注意して腰を様子見ながらですね大腰筋を伸ばしてもらえたらと思います。で、今回20回やることでですね、骨盤の角度と反り腰がだいぶ改善できます。これは骨盤を後傾させるっていう意識、おへその奥を緊張さす意識、お尻を締めておく意識、そういった意識の繰り返しでですね、ここが改善されてきますから、やはり常におへそを引っ込めて姿勢を正してっていう意識をしてください。その姿勢を正す意識としてはプランクがおすすめです。腰を丸めてプランクをキープ、脊柱起立筋と腹筋が身につきますから、このプランクをしっかりすることによって姿勢が改善されて、シットアップで腰を伸ばすことによってさらに下腹が改善されて姿勢が良くなります。ですのでプラスアルファでやってもらえたらと思います。腹筋というのはですね、いろいろクランチやレッグレイズやいろいろありますけども、お腹を引っ込めるためにはですね、腹横筋と今回の骨盤の角度、そこがポイントです。お腹を引っ込めたいのにとにかくクランチ、とにかくレッグレイズとしてもですね、なかなかお腹が引っ込まないと、そういった原因になります。ですのでお腹の出ているのを抑える腹横筋、息をしっかりふーっと止まった状態の腹筋でふーっと息を吐き続けるっていうので腹横筋をつけて、もちろんそれはプランクでも身につきます。キープしてる間にお腹をしっかりへこましながら息を長く吐く、そうすることでお腹を引っ込める力が身について、で姿勢をですね反り腰にならないようにすることで下腹が改善されるといったことになります。ですのでレッグレイズをしているとかクランチをしている、それはですねもちろん筋力アップにはつながりますけども、お腹引っ込めにはつながらないので、プランクや今回の姿勢改善する腹筋というのを選んでください。ということで、頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。SNS されている方は、ぜひシェアをして協力してください。これからも短期間、短時間で、しっかり体に変化の現れるエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録されてない方は、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、動画をアップした際に、お知らせが来るように、チャンネル登録の横にある鈴をぜひ押しといてください。だいたい毎日9時ぐらいにアップしてますけども、もちろん多少上下時間ずれることもありますので、そういったことによって気づかないこともあると思います。ですのでよかったらチャンネル登録の横の鈴を押しておいてもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。